人間の感性に空間が響いてすごく感じがいいとか素敵とか綺麗とかそういうものの中に身を置くと必ずこういい方向に人間ってこう進むだろうと思ってんのね勝手に。まあ品行方正っていうかもういい方向の誠実な暮らしが行われるだろうっていう仮定をしてまあプランにそれを落とす感じがあるよね。なんか分かりづらい変な話になっちゃったけど。島田さんは奥さんがすこぶるこうね明るくてほんでご主人は何が大切なのかとかっていうこともすごい客観的に分かる人で大事なものを求めて生活してる感じはあるそういう人なんでまあそういう人にどういうプランでどういうプロポーションでどういう家を提供するべきが一番ベストなのかっていうことをまあ、図面に落とす時常にこう頭の中で顔が出てくるくらいになってて常にそれはもう人間の幸せっていうのをすごい考えてる幸せにならなかったら建てる意味ないと思ってるんで。春先に今年もいい丸太買おうと思ってだいたい冬に木、ま、切るんでねだから春先に市場に出てくるんでそれをなるべくいいものを買えるようにでもいいものってみんなライバルが多くってだいたいもう建具屋さんとかね朝取りしたいなと思って。どのくらいオーバーサイズに引いてるの最初1回目はこれは概ね15ミリですあ15ミリ仕上がり、はいまあ、製材で仕上げるよりも15ミリ分増しで、はい、概ねこれ2度引きするのにこれ最初オーバーサイズで引いておいてあの無駄に後で捨てるようなことそうですねちょっとなるけどありますけれどねやっぱり家建ててからは家に不具合起きないっていうねそのどれくらい寝かすんですか、うん、まあ年早くても年だと思いますあそうなんだ長いのは3年以上かかるのありますけれど、まあ、これも、まあ、悪くないけどやっぱりもう音が違うもんねへえ。じゃあこれ製材してあれだね配達してもらってだ、ね、うんはいThank you.
見つけやり初めてですか？4年ぐらいですかね。で基本的にこの継ぎ手だけで持たせようっていう考えでやってるとこ自体多分ないんで、そうですね、宿地自体が普通の建物だと緩いみたいなんで、金物で持たせるっていう考えでやってしまえば、この住み付けの制度もそこまでじゃなくていいんだ、いいってなってくるし、そうですね、住み付けがでもちゃんとできてないと家自体がなんかダメだと思いますね。こう安心して住めないっていうか、で、まあ、ちゃんとやってあれば、まあ、おそらくどんな地震が来ても倒れることはないと思うんで。まあ15歳から研いでるからずっとなんだけど、まあ極めるのに研ぎ一生とかってね、こういうくらいやっぱりきっとうまく研いでもまたさらによりうまく研げる。今研いだのがのみなんだけど、のみってすごく成形が大事だったりとか、裏だけが平面を保ってるんで、これがすごく定規になって、だからここをきれいに平面で研ぎ上げるっていうことがのみではすごく大事で、今使った砥石が4丁あるんだけど、4丁同じ平面じゃないと乗せた時にそれぞれ当たりが変わってくるんで、砥石も全部同じ平面を保ってそれで研ぎ上げて、大工仕事っていろいろ工程があって、まあ大体こういうのって墨つけた後に刻み、墨つける時にものすごいいろんなことを考えながら構造をね、どういうふうに建前していくか、どの順番で入っていって後先ならないようにサクサク組めるようにこう墨をつける。その工程が終わってから、まあ次この作業に入る。この作業っていうのはものすごく単純で、墨半分残すんだったら半分残せばいい、あと何も考えなくて済む、まして自分の気に入ってる道具でもう何十年もやってこれ以上切れるのないだろうっていうところを見つけて、うまく鍛冶屋さんが作ったものって一日使っても切れる、次の日も切れて、まあ、3日目くらいも下手すると切れたりするんだけど、もうそろそろ研ぐかなって、まだ切れてるんだけど、まあそんな感じでね、いかにこういい道具を持てるか、だから機械やっぱりカットとかあるわけなんだけど、やっぱそれじゃそこまでいかない、そうだね、機械は機械のやれる限界がある。
でも我々はこう手仕事で機械ができないようなことを、まあそれは機械みたいには早くないよね。ただいろいろこういう複雑なところを手でやるようには絶対機械の場合はいかないよね。我々こういう敷地とか継ぎ手とかっていうのはいろんなパターン使うの。強度ってやっぱりね、全家一軒の全体が同じじゃなくてどっかに弱点があったりするの。どれぐらいの大きさの敷地をつければ、うん、この上からの力に持つかとか、うんうん、あとそっち側がどれぐらいの大きさで敷地つけてるからこっちはどれぐらいにしようかとか、うんうん、で上がいっぱい乗っかるとあんまり敷地の深さ深くできないとか。機械だったらワンパターンで全部作れるんだけど、本当はそれは果たしていいことなのかったら、やっぱりその場面場面に合わせたもので仕掛けをと継ぎ手を作っていく。だからわざわざ一個ずつ違うその継ぎ手仕口にして、あの弱点をなくしていく、そういうふうなことを一生懸命こう墨つけながら。はい、いただきます。いただきます。ミセスマリア。ミセスじゃないですよ、ミスですよ。ミスマリア。誰の。もっともっと初心者向けにね、うん、かなわ継ぎって。ああ、そうか。かなわ継ぎって、これなんで未だにかなわ継ぎやってるんだろう。これが上で、これが地べたなんで、基礎がこっからこうあります。これは柱の入る穴で、これ土台全部こっちもかかって、その後に建前の時ここに柱を、そうだね、たっぷり上げたとしても3センチ上げると土台が交換できるの。建物はあんまり上に上げなくても交換しやすいっていうのがこう金輪継ぎで、今はまあ一般的には28年とか30年未満で壊すんだから、こういうことはしなくていい時代なんだよね。実は交換する前に家壊す時代なんで、これはしなくてもいいんだけど、これをやることによってこの木の角材2本ついた時の通りのがすごくこう通りが良くなる。まあこの継ぎ手っていうのは意外と組んでしまうと強固になるんで、今でもこういうふうに基礎っていうのをやるような時代になってても、金輪継ぎにこれやってない人がほとんどで、まあ技術の伝承っていうことを考えると、やっぱり昔しっかりやってた仕事を若い人たちにしてもらって、それを伝えていくっていうこと。それしないと、まあ合理的なことばっかりしてると単純なことにしかならないんで、すごくローテクなんだけど、技術の伝承、体育道具でこう手作業っていう、そういうことをわざわざやって見えないところをしっかり。ここ釜継ぎっていうのが大体一般的。サッシャっていいのかな。もうおそらく道具とこういう形っていうのがそれぞれの時代を経てこう来るんだと思います。それでまあ最近は機械で大量生産、合理的にものを作るっていうことがこういうことになり、さらにもっと簡単に早くっていう、もう最近の一番合理的な、経済も含めてそういうこういう簡単なものになったんでしょうね、きっとね。すごいやっぱり精度っていうのは決して悪くない。決して悪くない。決して悪くない。だから下手な人間が作るよりはプレカットの方が精度がいい。
職人でもやっぱり上手い人とそうでもないような腕の人がいるんで、いや上手い人ばっかりこういうものを作ってお家作ればいいんだけど、そうじゃない人も関わってくるんで、それよりはプレカットでやった方がまあ均一なまあいい仕事になる可能性っていうのはあるよね。これプレカットってそんなに多彩な種類ってそんなに大きく分けてなくって、ほとんど継ぎ手はほとんど鎌、敷地はほとんどあり、それもワンパターンのありで、我々はもうそれからしてみるとおそらく10倍くらい、10倍以上は多く使ってるんで、種類をね、まあ、10倍では厳密に言うとどうなんだろうね、うん、早く簡単に安く、そうですね、機能があって、そうですね、比べてもうどっちがいいかってなって精度悪かったら意味ないですもんね。でそれぐらいの精度で刻めないと手刻みする意味がないってよく言ってるんで、もうそれもあると思いますね。だから精度よくきっちり仕事をするっていう。でも人気とかお金は多少かかりますけど、圧倒的に強いですけどね、構造はしっかりしますけどね。聞いてくるともうちょっと、いいね。コミセンで必ず手やってさ、バリ出ないように確認しながら打たない。はい。追っかけ台線はこの継ぎ手の位置がそれぞれ一尺五寸っていう長さで行ってるんで、すごく継ぎ手の位置が長いんで、その延長線上でもかなり強度が 出るっていうことなんで、これが短かったら短いほどこの強度で出てこないんで、まあ我々プレカットでやらないっていうのはこういう長い継ぎ手を作って強度的なもの、まあ本当から言うと一本のものでいくと、まあ強度ってすごくあると思うんだけど、長くてこう運べないとか刻みづらいとか物流に乗らないサイズなんで、すごい割高になるとか、ほんで今はだいたい長くて4メーターっていうのが主流なんで、それをうまく強度を落とさないで、まあいかにも一本のもので作りましたみたいな強度が出れば、それがものすごい理想的なんで、こういう継ぎ手を作るっていうことにこだわってます。もうそうピキピキしないね、やっぱり。すごい、Yeah.
っとこっち振って、こっち、はい、もっともっと、はい、もっと下げちゃって、はい、当たりました。せーの、あと1名、あと1発、はい、これです。的な指示を出して皆さんがポンって動くんだけど、それってなんて言ったらいいのかな、普通にやってるように見えるんだけど多分とんでもないことやってるんだろうなっていうのを思いながら見てました。ちゃんとこう片方かからないと、ちゃんと相手方が かけてからちゃんとかけないと材料落っこったら本当人も一緒に落っこっちゃうんで、その辺はみんなこう見ながら、ちょっと待ってとか、あれしろとか、みんな大工が叩きました。下に落ち着いて、あの、アライカが来るから、はい、じゃあ行きます。
当おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。これからも怪我しないように一生懸命みんなで力を合わせて、いい絵にしていきたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい。この木の香り、こういうのはすごく体にもいいんだろうなというのが本当によくわかります。どんなお家ができるか、残り少ない人生ですけど楽しみに一日でも長く住んで過ごしたいなと思っております。本当に今日はありがとうございました。皆様本当にご苦労様でした。自分でこうなんかね、プライバシー調整がこうもう全部奈良なんで、はい、結構深めに作ってあるんで、深いですよね、ここまで出して持ちないから、そんなに変わんないよ。いや、でかそうだわ。絶対持ちの方がいいです。うん、建築イコール構造でもあるよね、実は。まあデザインも大事なんだけど、建築は構造が元になるっていうか。そんで我々は今こう1階と2階がそんなに坪数変わんない、ちっちゃいものをコンパクトに上の方に伸ばしてるよね。そうするともっと地震の時動きたくなっちゃうよね。それをまあ伝統工法とか在来工法のいいところを取ってしっかり組み合わせて組んで、上に行ったのにそんな揺れないっていうことにしておかないといけないんで、
だから墨付けして手刻みしてやる意味っていうのは、過去にあったそういういい木組みを利用して我々は現代のこう木組みをしてるんで、やっぱりいかに木組みが強固に組めるかっていうのは常に構造力学的なことは勉強して、どういうふうに組んだらうちって丈夫なのかって、おそらく孫の代まで安心してこう住めるっていうものになってるとは思うんですけどもね。なんか本当に 木に囲まれてる感じ。そうそう、どこ向いても綺麗な家。だってこれあれだもんね、天井とか張る前建て前下の張り見ると木だらけだからね。そうでしたね。あれを残しといておきたいなと思うぐらいぐらいだよね。もうすごい木ふんだんにね、がっちり組んであるからね。